院の収容児童の主なるものは頭壁を第一として不老壁、浪費壁、放火壁、虚言壁、乱暴者、怠け者等でありまして定員は204名であります。それに教職員その他を合わせると約300名の人がこの、4万坪余りの広い中に一部落を建設して一小社会を営んでいるわけであります。つまり家庭、学校、社会の三位一体というわけであります。で、家庭は16家庭に分かれておりまして、家庭の指導及び監督は教師並びに保母がこれに当たっておりまして、これは夫婦制を原則としておりますが、女の家庭では保母が単独でこれに当たっております。で、保母のことをお母さんと呼ばせております。そこで学院児童は朝5時、季節によって多少の変動はありますが、この棟の父の鐘、母子の鐘によって起床することになっております。寝床の整理は無論のこと、寝小便した者は直ちにその後始末にかかり、この寝小便はこういう児童の特質と言っていいぐらいのもので、昨年1年間の統計を見ますと全学院児童の寝小便回数は実に2315という数になっております。実にどうも始末に負えないもんです。炊事は炊事当番があって児童が交代でこれに当たっております。なかなか料理法は心得たもので、新婚早々の奥様など裸足で尺法を抜くでしょう。冷水摩擦、ラジオ体操、これは各家庭それぞれにやっております。次に家庭内外及び分担区域の掃除、これはこの主児童は衛生清潔の関連に欠けておりますから厳重にやらせております。でそれが終わって各家庭の霊堂の前に集まって朝の礼拝、霊堂には各家庭の祖先の霊が祀ってあります。食後子供たちは列を正し各保護に伴われて中央の講堂に集まって法安殿の礼拝、聖座、訓話、最後に聖子または修養訓を採取するのであります。3年であったりすることがあります。いろいろな児童がありまして、算術の時間だけはきっと頭が痛いなどと言い出すものがあります。学科は午前中4時間になっておりまして、こんにちは。いや、午後昼食後は実家作業の教育になっております。いらっしゃいます。いらっしゃいます。ここでできる農作物は、自給自足とまではいきませんが、大体において各家庭の食卓をにぎわしております。四季それぞれの野菜物、かぼちゃなどはとってもうまいものをございますよ。
対して大きなものはできませんが、机、本箱、そんな程度のものは結構作ります。時々参観に見えて注文して帰られる方もあります。初めは果物の袋でミシンの操作を習って、だんだん小学校服、青年団服、背広から婦人服、中にはモーニングまで答える子もおります。方々から作業服などの注文もありますよ。僕のこの服もここで答えてくれたんです。これら作業は各児童の能力と希望によって実習させ、将来を考えてやっているわけです。そこでこの学院を取り巻く塀、垣根の類は一つもありませんし、いまだかつてこの門も閉めたこともありません。これはこれら児童を少しも束縛することなく、できるだけ明るい気持ちにさせてやりたいからなんです。大体これでこの通り説明ご案内します。機能が普通か。視覚機能、聴力、右4度、左6度、記憶力、7か。また新入生をお願いしたいのですが。あ、そうですか。相当に手ごわいですよ。とても面白い機会がたくさんあったわ。まるで科学博覧会行ったようだったわ。そうかい。ここなかなか面白そうなとこだわね。これからここで先生方の言うことをよく聞かなっちゃダメだよ。私夜遊び行けなかったわね。夜遊びはいけなかったね。だってお父さんもお仕事忙しがって帰ったり帰らなかったり、私つまんなかったんですもの。小遣いも少し使いすぎたよ。そうかしら。でもお父さんのガム打ち開けたのはいけなかったわね。あれはいけなかったよ。あれはいけなかったよ。だってお父さんもこの頃急にケチになったんですもん。いや、お待たせしました。この方の家庭に民子さんは預かっていただくとめしました。ほぼの夏村さんです。こちらは坂田と申します。これが娘の民子です。どうぞよろしくお願いいたします。お預かりいたします。じゃあとりあえず家庭の方へ。さあ民子さんどうぞ。お父さんも送ってくださらなくてもいいわ。早く帰ってお仕事なさい。どうぞよろしくお願いいたします。どうも全てがあの調子ですから。ところで娘さんは確かにお預かりしましたが、これで厄介払いしたような気になって安心なすっては困りますよ。それはもうお忙しでしょうが、絶えず娘さんを訪ねたい。どしどし手紙を出していただかないと。それはおっしゃるまでもなく。そうしてやってください。それが子供たちには一番薬です。何よりも薬です。ことに民子さんにはお母さんがないのですから、あんたがそれをしてやってくれんことに。わかりましたね。おかえりなさい。さあいらっしゃい。いらっしゃいませ。こんにちは。お母さんお母さん、
みっちゃんったら私が洗濯して干しといた簡単服着ちゃったの。どうしても返してくれないの。みっちゃん、みっちゃん、どうして人のもの黙って着るの。自分のはまだ乾かないんです。乾かないの当たり前よ。よく縛らないんですもの。さあ人の中着るんじゃないの。早く脱いでお返しなさい。早くお返しなさい。洗って返してよ。洗わなくたって今来たばかりなんでしょ。さあ奈緒ちゃんも我慢してあげなさい。私嫌だわ。みっちお風呂入って石鹸使ったことないんですもの。洗ってきてやるわよ。さあ民子さん、今日からここがあなたのお家ですよ。ここには12人の女の子がいて、それがみんなあなたの兄弟なんですよ。まあ12人も。それから私がお母さん。まあお母さん、あら嫌だ、こんな若いお母さんおかしいわ。お姉さんぐらいかしら。お姉さんでもいいわ。今までは民子さんのお家じゃ女中さんが大勢いたでしょうし、それに何でもしてくれたでしょうけど、ここでは自分のことは一切自分でしなきゃいけませんよ。もしできないことがあったら、このお母さんが、お姉さんが何でも手伝ってあげますよ。自分のこと一切って、何するんですの。お布団を敷くのも畳むのも、それからお部屋のお掃除もお洗濯も、お炊事当番の時はお炊事もするのよ。まあ驚いた。私とてもそんなことできないわ。お母さんお母さん、奈緒ちゃんとみっちゃん喧嘩してますよ。まあまた喧嘩始めたの。さあ危ないから早くこっちへ来ちゃ。みっちゃん、青空にハケで軽く入ったような、または真綿を薄く引き伸ばしたような白い雲の出るのを巻雲といいます。ごく細かい氷の粒の集まったもので、雲の中でも一番高く8000メートルから1万2000メートルの高さに浮かんでいます。どこまでも細やかですっきりした感じの雲です。天女の軽い前の袖を思わせるような雲です。さあここまで読める人は。先生、私もう小学校は卒業して女学校行ってたんです。それで。ですから今さら小学校の勉強なんかしたくありません。昨夜も今朝もご飯食べないんですよ。そうかい。来たてはみんなもそうだったね。おい、あんまり水を粗末にするなよ。それと怒られるぞ。粗末になんかしやしない。お腹が空いてるから飲むんじゃないの。飲むんだな。おい、あんまり飲むのよせよ。この水はなくて弱ってんだぞ。ああ、分かった。Yeah.
ちゃんが帰っちゃったっていう電話だったから、私とても心配しちゃったのよ。どうして学校帰っちゃったの？小学校なんかバカバカしくって、だいたいお腹空いて勉強なんかできやしないわ。だからみんなと一緒に食べればいいのに。タミちゃんの分ちゃんと支度がしてあるのよ。さあ早くご飯お上がんなさい。あら、まあ善ちゃんは。あのね、どうもすいません。善ちゃんも学校すっぽかして帰っちゃったんですってね。お母さん心配して探してたわよ。すいません。あのね、あのね、あのねって善ちゃんいつもごまかすのうまいんだから。ごまかしはしないよ。あのね。なに、あのね、あのねって。あのね、あ、その子はね、ご飯取ってきてくれって言うから取りに来てやったんだよ。まあ、私取ってこいなんて言いやしないわよ。だって俺、取りに来ちゃったじゃねえ。あんたは勝手に取ってきてやるって駆け出したんじゃないの。駆け出してさ、お前が早く取ってこいって言ったからさ。嘘つき。何？そう。ゼニちゃん、行けませんよ。さあ、帰るんだよ。さあ、タミちゃん、早くご飯をあがんなさい。そう。ゼニちゃん、行けません。善ちゃんはこの頃とてもいい子になった。お母さん喜んでいたのね。この頃の善ちゃんいい子になったはずでしょ。うん、せっかくいい子になったのに昔の善ちゃんに後戻りしちゃダメじゃないの。昔の善ちゃんどんな子だったか覚えてる？嘘は言うし、つまみ食いするし、喧嘩はするし、それが何だったっけな。頻繁で外出はするし、おせっかいはするし、それがこの頃はだんだん治ってきて、お母さんの言うことを聞くようになったし、時々はお掃除もするし、お風呂の水汲みだって手伝うようになったし、お手紙だって書くようになったし、音は引くし、寝小便は、あ、今朝しちゃった。でも自分の布団ちゃんと干したわね。お母さんとこ手紙書こうかな。手紙書く？そりゃいいわ、お母さんきっと喜ぶわよ。なんて書こうかな。いい子になったから見に来てくださいって。さあ、早く書いて書いて。丁寧に書くんですよ。書いたらお見せなさい。ただいまー。おい、手紙書くんだ、静かにしろ。ただいまー。おい、見るなよ。お母さん、みんなが邪魔しますよ。ケツ、お母さん、お母さん。なに？ただいまー。お母さん、全然いけないんだよ。ケツ、すぐお母さん、お母さん。さあさあ、お炊事の方は早くお炊事作しなさいよ。善ちゃん、手紙書いちゃいなさいね。ただいま。ただいま。ただいま。うるせえな。次、信一。今日一日を反省してみて。僕、今日、作業場から抜け出して、昼寝しちゃいました。お前、昨日も昼寝したっけね。もうしない約束じゃなかったか？お前の短所は？つまみ食いすること。うん、怠けること。うん、二小便すること。長所は？ミシン上手なこと、
返事は活発なこと、うん、せっかく上手なミシンも怠けると下手になるぞ。分かったね。はい、分かりました、うん、次、吉尾、今日は十家庭の今度入った女の子がご飯取ってこいって言ったから、僕十家庭行ってご飯食べちゃった。それで？そしたらおばさんが僕のこと引っ叩いたから、僕がおばさんの手を噛みついたんです。おばさんが引っ叩いた？そんなことはないだろう。お前の短所は何だったかね。嘘をつくこと、喧嘩すること、勉強の嫌いなこと、盗み食いすること、それから無断外出すること、おせっかいすること、だから、あ、噛みつくこと、それで本当にご飯取ってこいって言われたのかい？忘れちゃった。それでおばさん本当に引っ叩いたのかい？あのおばさんとても、おばさん、よっちゃんに噛みつかれて手から血が出たのよ。すいません。すいませんっていうの、お前本当に悪いっていうことが分かったのか？悪いっていうことが分かったら謝りに行こう。どうだい、行くかい？あ、そうそう、お前今日手紙書いたってね。あれは出してやるよ。お母さん来て来てくれますよ。さ、謝りに行ってらっしゃいね。先生、一体何て謝りゃいいんですか？なんて言って言って台所へ忍び込んだり手に噛みついたりしたことを謝りなさ。じゃあ他のものは自習して、さあ吉尾行こう。だわ、しようがないわね。いくら言っても汚れっぱなしで丸め込んだりして。あら、タミちゃん今日もまた学校帰ってきたの？帰ってきたんじゃないの、行かなかったの。学校なんか行く必要ないんですもの。私でどうしたの？靴誰かへ取られちゃったんですもん。まあ、取られた？だから私も代わり誰かが入ってきてやろうかと思ったんだけど、みんな汚くて開けるようなのなかったわ。じゃあタミちゃんの靴が見つかるまで私には履いてるといいわ。じゃあ持ってきてあげるから待ってらっしゃいね。あらあら、タミちゃんタミちゃん、そんな汚れた人のお座敷上がったりしてダメじゃないの？あんた何かて？四かて。なんて名前？マサオだよ。なぜ学校帰ってきたの？当ててみましょうか。
算術の時間だったんでしょ。つんぼ。ああ、ハンモックが欲しいな。タミちゃん、タミちゃん。ちょっとお尋ねしますけど、四家庭はどちらでしょうか。あそこだよ。あの宮崎雅夫という子おりますでしょうか。宮崎雅夫。ああ雅夫か。おーい雅夫、おっかさんが来たぞー。おーい雅夫、おっかさんが来たぞー。雅夫、おっかさんが、おばちゃんのお母さんが来たんですって。ただいま。なおちゃん、まさちゃんなら裏山の木の下でタミちゃんと寝てたわよ。早く行って教えてきてあげなさい。はい。なおちゃんはついでに行ってタミちゃんにご飯だから早く帰るように言ってね。ただいま。さあどうぞお上がりください。ねえよろしいでございませんか。どうぞ。まさちゃん裏山の木の下で寝てんですって。誰か、まさちゃん裏山行って呼んできてちょうだいな。さあどうぞどうぞお上がりください。どうぞ。まーちゃん、まーちゃん呼んでるわよ。まーちゃん。おいまさこ、お母さんが来たぞ。早く来いよ。ち、寝ぼけてやがら。おいみんな担いでいっちゃおう。よいしょよいしょよいしょ。あらお母さんの下駄だわ。まあ驚いた。私が履いてきたっていうの。あんたが履いてこなきゃ誰が履いてきたの。知らないわよ。私できたのよ。そう、じゃあ持って帰るわ。もうお母さんの履いてってたの。あら随分ずずしわ。タミちゃん、それ私が貸してあげたのよ。あらだってタミちゃん裸足で来たって言ってたわよ。タミちゃん今日靴を取られてなくしたって言うか。私貸してあげたのよ。早く持ってってあげなさいね。誰か言ってよ。じゃあ今度浜ちゃん行ってきてよ。はい。一緒に連れて帰ってきてね。はい。マサオ、何してんだ。早くこっち来ないか。マサオちゃん、早くお母さんにご挨拶しなさい。お母さんいらっしゃい。この頃は大変よくなったんですよ。まあ、何から何までお世話になって、本当に先生やお母様のおかげでございます。マサオ、ここへおいで。マサオちゃん、早くお母さんのそばいらっしゃい。
な、お母さんの大切な髪の毛なんだよ。これからはいつも身につけといておくれよ。お前が勉強してる時も働いてる時も寝る時もお母さんはいつもお前についてるんだよ。一緒なんだよ。お前がいいことをしたらお母さんは喜ぶし、悪いことをしたらお母さんは泣くんだよ。分かったね。マサオちゃん、それ一時も話しちゃいけませんよ。忘れちゃダメですよ。お父さんもな、この頃じゃお酒も飲まずに仕事も一生懸命になったし、お前のことを毎朝神様にお参りしてるんだよ。今度の高級にはお父さんも来てくれるからね。だから早くいい子になるんだよね。分かったね。何もらった？何だっていいじゃないか。何だそら。何だっていいじゃないか。何だよ、見せろ。見せないよ。見せたっていいじゃないか。
そんなにしていたから死んでみろ。見ていてやる。なんで余計なこと言うね。お母さん、星座の邪魔しますよ。よしお、本当のことを言ってごらん。お前ら先に手を出したか、それとも浩二か。きっと浩ちゃんは引っ叩くだろうと思ったから、ボンは先に引っ叩いたんです。そうしてまた浩ちゃんの手に噛みついたのね。それはきっとこうちゃんが噛みつくだろうと思ったからボンは先に噛みついたんです。お前はそれでいいことをしたと思ってんのか、悪いことをしたと思ってんのか。それは僕も悪いけどこうちゃんも悪いんです。でもお前先に手を出したり噛みついたりしたんだろ。お前はもう噛みつかないって約束だったじゃないか。すいません。悪いっていうことが分かったら謝ってらっしゃいね。謝りに行くかい。お母さんがこの地図玉を送ってよこしなすった時、何とおっしゃったか覚えてるでしょ。昔の浩二さんはこの学院入ると同時に死んでしまって、今度退院して世の中へ出る死がお誕生日だってそうおっしゃってたんでしょ。だから早くいい子になってお誕生日を迎えるようにしなきゃダメじゃないのね。こんばんは。今日はどうもお騒がせしまして。いやあ、さあ、よし、早く行って謝って。こうちゃん、引っ叩いたり噛みついたりしてごめんよ。すいません。善ちゃんばっかりが悪いんじゃないんでしょ。さ、こうちゃんも謝らなくちゃ。ごめんなさい。たまには一席願えたか。どうも暇がなくてね。いや、暇どころか体の三つ四つ欲しいよ。おいしょ、謝ったら帰ろうか。ほら、よしよ、さよならしないかい。さよなら。こうちゃんもさよならは。さよなら。じゃあ、お邪魔しました。いずれ暇を見て一席願いましょうか。どうやらこの世では暇がなさそうですな。じゃあ、失礼。行きゃしねえかな。見つけたって平気だよ。きっと汽車の線路は逃げたと思うよ。今度の電車から汽車に乗ろう。私お金持ってないわ。金があったって平気さ。あ、せいだ。おい、おい、ほら、待て待て、おい待て待て、うわ。男の子のガキ男子は随分不良だな。お母さん本当怒ってやればいいんだがよ。そうよ、お母さん神ちゃんはきっとも怒らないもんだから。陰口なんか聞いてないで言いたいことがあったら出てらっしゃいよ。タミちゃん、
これで何度目だと思う、逃げたのは。そんなに泣きたかったらもっと泣け。もっと泣け、もっと泣け。もっと泣け、もっと泣け。もっと泣け、もっと泣け。行こうと思ったんだ。お母さんのとこ行こうと思ったんです。お母さん？お母さん九州にいるんじゃない？歩いていくつもりだったのか？汽車で。汽車で？汽車賃どうする？汽車賃だけど僕汽車の長男です。お母さんのとこ行きたかったら早くいい子にならなくっちゃ。逃げてなんて言ったらお母さんちっとも喜びはしませんよ。この間お母さんから来た手紙があったでしょ？これに何て書いてあった？さあ、もう一度よく読んでごらんなさい。よく読んで、そして目つぶってお母さんのことを思い出してごらん。長くお便りが来ませんが、あんたは達者でありますか？お母さんも足や胸の痛みが大変良くなりましたから、炭鉱の中で真っ黒になって働いています。あんたも真面目に勉強して、一日も早く良い人間になり、家に帰っておくれ。お母さんは毎日、あんたのことが気になって涙なんか悪くもあまりません。くれぐれも一日も早く良い人になっておくれ。それが第一のためです。出してありません。じゃあ紛失楽器と紛失理由を添えて、すぐ出しとけ。はい。次。第14課で。よし。次。渡辺、道具揃ってるか。はい。伸び六丁、伸び入り二丁、伸び切り一丁、足軽一丁、腹打ち二丁、旦那五丁、二丁ありません。よし。次、広瀬、道具揃ってるか。よし。次。29号、張り棒をご所有しております。よし、次。30号、異常ありません。よし、次アイロン。アイロン20台、異常ありません。よし、次裁断。ハサミ5丁、立ち包丁2丁、立ち飲み2丁、物差し5本、異常ありません。125センチ。よし、次。32キロ。126.5センチ。よし、だいぶ大きくなったな。34キロ。あった。マサオさんはまだですよ。ん？マサオがいない？29キロ。おい、マサオなんか。マサオは34。マサオ、しょうがないっすな。24。あんたたちマサオさん知らないの？72キロ。25キロ。28キロ。24.1。あのね、お母さん、マサオさんとタミちゃん、もうさっき門の方で話してましたよ。え？門の方で？タミちゃん、あんたさっきマサオさんと門のところで会ってたでしょ。マサオさんの居所分かってるんでしょ。タミちゃん知ってるんでしょ。あのね、お母さん、おしゃべり知ってます。私、手紙頼んだんです。まあ、手紙よ。どこへ出す手紙？お父さんとこ、迎えに来てくださいって出したの。こんな狭苦しいとこ、ご飯はまずいし、お布団は汚いし、意地悪な子ばっかり出して、その上、起きてから寝るまで女中みたいに追います。こんなとこ、私我慢できないの。タミちゃん！何ですか？
何でも聞くわ。どうせ今晩一晩きりだから。さあ何度もおっしゃってちょうだい。おじさん、夜の子を出る学校この道行けんのかい。お前なんだい。俺そこへ帰りたいんだよ。そうか、そこはまだ遠いぞ。これ乗れ、おじさんが連れて行ってやるから。お前どこ行ったんだ。郵便出しに行って紙芝居について歩いてたら一番分からなくなっちゃったんだよ。この手紙を読んでおいでになったわけですね。そうです。引き取らせていただきます。そうですか。するとあなたはこの手紙を鵜呑みに信じてるわけですね。子供がしかも普通でない我が娘の書いた手紙を信じてるわけですね。もし本当に信じてるとすれば少しバカバカしすぎはしませんか。あなたは何のために娘さんをここへお預けになったんです。そこをよく考えてください。もし娘さんが普通の娘さんだったら、あなたはここへ預けなくてもよかったはずです。親のあなたが持て余した娘さんじゃありませんか。この持て余した娘さんの書いた手紙をまともに信じるなんて、むしろ滑稽じゃないでしょうか。この学院は楽園でもなければ遊園地でもありません。だからわがままいっぱいに育てたあんたの娘さんの気に入るところでないのは当然です。今さらこの手紙に書いてあることそうであるともないとも弁明も説明もする必要はないでしょう。よくわかりました。親バカは世間にあなたばかりじゃありません。親バカはしかし一つの愛情の風景と見てもいいでしょう。タミちゃん、あなた本当に帰るつもりでいるの？ええ、お父さん迎えに来たんですもの。今度遊び出してね、みんな連れて。ごちそうするわ。下車を取ってろくなものも食べさせないでお担当に使うったって嫌です。
見ていましたよ。私ここ辞めさせていただこうと思います。ここが、いや、この仕事が嫌になりましたか。私にはほぼとしてお母さんとしての資格がなくなりました。ただ殴っただけで、ただそれだけのことで。僕はそうは思わない。僕たちは神様じゃない。僕たちは人間として、ここの子供たちをまず普通の人間に作り上げなきゃならないんだ。時には我を忘れて汚い言葉も使いたくなるし、鉄拳も加えたくなる。これは人間として仕方がないんじゃないでしょうか。ついに刑務所に入るような落語者を出しても、この仕事は無駄だとは思いたくないんだ。ノートハローちゃんがね、逃げるんだって。一緒に逃げないか。さあ、うん。やだ。ちゅ。俺もやめようかな。俺もやめたーっと。でしょ、おじいちゃんは。うん。待て待て、家のもんが出るやつあるか。あ、先生だ。タミちゃん、本当によく行かないでくれたわね。私嬉しいわ。そうかい。タミちゃんはお前が誘って行くかったが、やめたのかい。うん、だから僕もやめちゃった。そうかい。お母さんが来たぞ。
おい、お土産持ってきたぞ。おい、ロムジン。おい、ロムジン、ロムジン。何？ロブイチが逃げた？また逃げたのか。いや、どうも。私が来るたんび逃げ出したりして、あの子はまだ治りませんかね。どうも困りましたな。いや、大して遠くは逃げちゃいませんよ。さあみんな、二人ずつ一組になって探すんだぞ。いいか、二人一組だぞ。バラバラになっていかんぞ。はい、そうすな。そうか、じゃあ行ってこい。そう、本当にせっかくおいでくださいましたのに、私来ない方が良かったでしょうか。そんなことありませんわ。始終来てくだされば、そのうちにはいくら海の母でないからってきっと懐きますわよ。そう思って訪ねては来るんですけれど、この頃は産業も怠けませんし、勉強だって。本当に皆様にはいろいろお世話になりまして、これつまらないもんですけれど、家庭の子供さんたちに分けていただいて。まあ、いつもおいでになるたんびに。これは信一にどうぞお預かりいたします。おい、お母さんが来るとなぜ逃げるんだよ。お母さんなんかなんだい。俺のお母さんどうしたかな。山の池で今頃まで何してたんだ。ロブジンと一緒にいました。何をしてたんだ。何もしてません。何にもしてない。あ、石を投げてました。石を投げてた。それでどうした。ロブジンはどっか行こうって言ったんです。それで。だからどっか行っちゃおうと思ったんです。どこへ。どっか。どっかってどこだ。わからない。信一、どこ行こうと思ったんだ。知りません。わからないで、知らないで、どうしたんだ。そしたら金が鳴ったんで帰ってきちゃったんです。金の音が。金の音が聞こえて帰ってきたのか。ええ。そうか。信ちゃん、お母さんとても寂しそうにして帰ってったわよ。お母さんが訪ねてきてくれるたんびに何だって逃げるの。お母さんはお前が本当に可愛くて訪ねてきてくれるんだぞ。そりゃ今のお母さんはのびちゃんの本当の母さんじゃないけれども、シャッツだってサルマタだってお母さん食べるもんも食べないで、のびちゃんがみんなと仲良くしてもらえるようにってみんなにも見合いを持って訪ねてきてくれたのよ。お母さんそんなにまで気を使ってるのに、のびちゃんにはわからないの。わからないのか。分かってるでしょ。分かってるでしょ。分かったら向こうへ行って目をつむってお母さんのことを思い出してごらん。
これお母さんのお土産、大切にするんですよ。もう行っていいですか。うん、よし。うん、そうか、金の値で帰ってきたのか。サブちゃん、何ゴソゴソしてんの。何もしていません。ワンなど食べて。すいません。すいませんじゃありません。夜夜中こんなもん食べたりして。さあ早くおしっこ行って一休みなさいね。よっちゃん、よっちゃん、さああんたも早くおしっこ行ってらっしゃい。うん、出したくないよ。ダメダメ、また漏らすわよ。どうだい、ノブイチの加減は。大して熱もなさそうですけど、今は静かに休んでますけど。そうか。俺が代わってやるから、お前寝たら。ええ、でも。ねえ、あなた。うん。疲れたろ、早く寝ろよ。私はいいんです。あなたはまた明日があるんですから。お前だって明日があるんだよ。この仕事は一生続くんだ。一生？一生も二生も続くかもしれないよ。頭が痛くなったのか。少し休んでていいですか。よし。直子は突然家庭を変えてくれって。どうした、家庭のこと喧嘩でもしたのか。家庭の母さん、私が嫌いなんです。お母さんがお前を嫌いだ。そんなはずがないがな。だってタミちゃんばっかり可愛がって。そんなバカなはずがないがな。ここへ来るといつでもお母さんお前のことを褒めてて、もう直退院させてやると言ってるくらいだぞ。そりゃきっと私が邪魔だから早く出してしまうと思ってるんです。そんなバカなことが。ねえ院長先生、お願いですから他の家庭やってくださいよ。ああよしよし、よく考えておこう。さあ早く行って勉強しなさい。院長先生、早くお願いしますよ。ああよしよし。
その靴、タミちゃん誰が捉えたっていう靴だろう。言ってやろう、言ってやろう、言ってやるぞ、言ってやるぞ。ずいぶん履かなかったから足がとっても痛いわ。そうか、じゃあその靴を取ったために気がとがめて家庭を変えてほしかったんだな。悪いことに自分で気がついたらそれでいい。誰も怒りはせん。早く行って仕事をしなさい。院長先生いらっしゃいますか。え、いらっしゃいます。岡本じゃないか。ご無沙汰しました。どうした、立派になったな。休暇だったもんですから。そうか、おそらよく来てくれた。どうかね、勤めの方はうまくいってるかね。お前は確か食料費の手だったな。ええ、おかげさまでこの頃では。うん、そうか、それは何よりだ。家庭行って先生やお母さんに会ったか。ええ、お目にかかってきました。うれしいだろう。ええ、今夜は一つわしのところでごっつおするかな。せっかくですけど家庭のお母さんが支度してくれそうですから。うん、そうか、それはその方がいい。久しぶりに家庭のご飯も懐かしいだろう。じゃあこれで学院の中少し歩いてみたいと思いますから。うん、お前には何もかにもみんな懐かしいだろう。じゃあ失礼します。ただのして逃げたことあったね。お前相変わらずやるかい。こんなことはやんないさ。俺も出てもいいんだけど。ねえ彦ちゃん、
どっかに働く口ないかね。くれはないことはないだろうけれど。彦ちゃんの今のとこダメかい？俺使ってくんないかね。うん。裏と表を改めます。さあ種も仕掛けもありませんよ。えいっ。さあ出ます出ますよ。他の音はい。さあ誰か代わりにやってごらんなさい。先生、近頃の学院の子供たち小粒になりましたね。うん。お前がいた自分は平均年齢16、7歳だったが、今じゃ12、3だからね。そうですか。久しぶりで生まれたうちに帰ってきたような気がしましたよ。岡本、お前本当に休暇で帰ってきたのかい？先生、申し訳ありません。そうだろう。俺にはどうも休暇で帰ってきたようには思えなかったよ。それでも他へ行かずにここへ帰ってきてくれたことは俺は嬉しいんだよ。だがどうして本当のことを言ってくれなかったんだ？先生、本当は店を辞めてしまったんです。これから先どうしようかと先生を訪ねてきて、お母さんの顔を見たら本当のことはどうしても言えなくって。どうして店を辞めたんだ？確か今の店は3度目だったね。ええ、どこに行ってもいくら真面目に働いても元この学院にいたということが分かるとみんなの私に向ける目が急に冷たくなるんです。今度のお店だってお店の金がなくなったことから私は特別な目で見られるし、どうにも我慢ができなくなって出てきてしまったんです。うん、よく分かった。うん。だが岡本、必ずしも皆が冷たい目だ特別な目で見なくてもお前の気の弱さがそう感じるんじゃないかい？もっと気を強く持たなきゃダメじゃないか。例えば冷たい目や特別な目で見られても世間に負けちゃいけないよ。まあここへ来たついでにここで当分よく考えて今度こそどんなものにも負けないような強い男に鍛えるんだな。大変悪いんでしょうか？それほど心配するほどの病気とも思わないが、本当はあんたの手元へ引き取って面倒を見てもらえるといいんだが、そんなことが機会であんたにあの子が懐いてくれりゃ好都合なんだがね。はあ、そうなればよろしいんですけど。お前ちょっと行ってそれとなく信一に聞いてみな。心配することはありませんよ。大丈夫です。
校から早く帰って何かゴソゴソしてると思ったら水をいっぱい汲んできちゃったんですよ。お風呂にもお鍋にもお釜にも。そんなに汲んじゃったら他の方も困るだろう。困りますでしょ。太郎、お前水汲んじゃって他の方も困るだろう。昨日汲みとこなってうちは困りましたもん。しょうがないな。皆さん、水について何か明暗が浮かびましたか。とにかく節制するより方法はないでしょう。今さら井戸を掘っても。井戸を掘ったってそれはダメだよ。今までに10箇所掘ったんだが、大体ここは水に乏しい地層らしいからな。まあ今使用している井戸が比較的マシだという程度だからね。当局に再三懇願しても予算の関係上ダメなんだから、とりあえず節水法を講ずるより方法はないだろう。節水するとしても毎日あれだけの作業をさして風呂を全然よすってわけにはいかんぜ、うん、衛生の上から言ってもお風呂だけはね、風呂が一番余計水を使うんだからな、うん、あ、ね、まあ、だから僕の意見としてはまた理想論として一生されるかもしれんが、あの山の池からなんとか水を引けんもんかね。引けないこともないでしょうけれど、問題は費用ですね。ここから2キロ以上もありますからね。その上、貯水砲だの、ろ過装置だの、これは大変な費用だからね。では、仕方がないから、洗濯は河原で、ついでに風呂水も、その他の洗い水は川から各自汲み上げることにした。子供たちもただそれだけでは苦痛だろうから、午後の一時を水泳に当てて、その帰りに担いでくる。これは明暗じゃないかな。うん、待って。入った。おい、水が持ってなくなっちゃった。曇っちゃった。
人が。うん。ともかくとして毎日河原から水を汲み上げるのは容易な技じゃないよ。これが1日2日のことならいいが、いつまで続くかわからないということは問題だと思うんだ。僕もいろいろ考えてみたが、この際院長の理想論を僕たちの手で実行に移してみたらと思うんだ。そうだよね、言うとさ、それは少し無理なんじゃないかな。第一、実行法はどうするんだ。不可能じゃないか。我々と子供が吊る橋を持ち、シャベルを持って1年かかっても2年かかっても、これはただ単に水の問題ばかりでなく、ここの子供たちに最も欠けている集団的建設的なものに役立つことにもなると思うんだが、うんうん、そういう意味ならやってみようじゃないですか。それはいいじゃないですか。やりましょう。やりますか。よし、やりましょう。私が言い出したことですから、よほどの覚悟をしてかかってくださいよ、皆さん。よろしいですか。よろしいです。よろしいです。休憩時間じゃないぞ。さあ、やったやった。タミちゃん、
の子が汗ずぶらけになって働いているのに、もっと丁寧に洗ってなきゃダメよ。どこ行くんだよ。どこって分かってんじゃねえか。あんな土方のようなことさせられるならどこ行ったって働くらいやろ。待て、バカ野郎。やりやったら帰って。いいか、来るのか。なんて根性のやつはどこに行ったって使い物ならしないぞ。出るときは俺と一緒だ。さあ出直しだ、出直しだ。さあ、諸君の努力によって作業もはかどっているものの、すでに病床者三十数名、脱走者八名を出しているのを見ても、この作業がいかに困難であるかがよくわかります。脱走者のうちには家庭に帰って作業の口を大げさに訴えているものがあるらしい。で、その府警から非難の声も立っているようだし、一
体どうしたのでしょう。しかし脱走者の顔ぶれを見ても脱走常習者ばかりのようだし、その他の子供たちは今度の作業に努力しているように見えるが、どうです他の先生方の目には。それは大変な勢いですよ。張り切ってますよ。今までもいろいろな作業だったが、今度のが一番その出来上がりを楽しみにしてんじゃないかな。うちの子供で病気で寝込んでたのが、今朝のぞもっと寝てろって昨日どうしても行くんだと言って起き出しましたからな、うん、中にはこの仮病の者がいますね。ああうちにも仮病が一人いるが、おかゆを食わしたら今日昼頃から起き出して働いていましたよ。どうも作業よりおかゆの方が辛いらしいですな。わかりました。やってください。希望を持って、作業を続けている子供たちのためにも作業を続けてください。Yeah.
の夏から赤切れの冬を経て待望の水路作業もめでたく完成し、今日これから未だかつてない多数の隊員制を送り出すことはこの上もない喜びである。思えばあの水路作業は苦難の作業であったにもかかわらず、みんなは汗にまみれ、泥にまみれ、焼けつくような炎熱のもと、身を刺すような死も、雨にも風にもよく戦って、戦って勝ってくれたのだ。この苦難の作業をお土産として、今日これから新しい世の中に出発していくのである。世の中は大きな手を広げて、みんなを待っている。我々教員、ことに家庭のお母さんはどんなに嬉しいか知れない。君たちの仲間もさぞ嬉しいだろう。みんなは世の中に甘えてはいけない。苦しいこともあるだろう、悲しいこともあるだろう。どんなに悲しくっても苦しくっても、あの水路作業の時の息を忘れてはいけない。分かったね、分かったね。分かったら、この明日に夕べに聞き慣れた見返りの塔の鐘に強く正しく朗らかに生きることを約束しなさい。そして自分たちの手で鳴らして、それを永久に心の杖としていくよう、さようならをしなさい。これからは父さんお母さんの教えをよく守り勉強します。嘘をつきません。自己修養君、気に入って話に対し、別にこそ松の位も高く見えけれ。私はこれから言葉数少なくいたします。陰しなたなく働きます。学院のご恩を忘れぬため毎月お便りいたします。私の修養君、よしあしを人の上には言いながら身を顧みる人なかりけり。私のお母さんは本当のお母さんではありませんが、親孝行いたします。私は一生懸命に働いて立派な洋服の職人になります。自己修養君、並びゆく人には癒しが起こるとも、すがしき道を踏みなたがえそう。私はいけない子でした。わがままな娘でした。不良少女でした。私にはお母さんがありませんでした。お父さんは私を持て余してこの学院へ預けました。学院へ入ってからの私は家庭のお母さんをずいぶん困らせました。それでもお母さんは本当のお母さんのように私を可愛がってくださいました。私はいいことと悪いことの区別がはっきり分かるようになりました。私は善良な少女になりました。これも学院の先生方のおかげです。家庭のお母さんのおかげです。ご恩は忘れません。決して忘れません。ありがとうございました。これからお手紙も出します。お尋ねもいたします。私の収容府。今しわれ、キロ二度立てる赤きみつ、暗きみちみゆ、いずれをゆかん。思います。私は寂しくありません。一人で帰ります。
こんなに立派になって帰ったらお母さんは泣いて喜んでくれると思います。私はこれからも働いてお母さんの手助けをします。そして貯金をしてお金ができたらお母さんと一緒にお土産を持って学院にお礼に参ります。自己修養風なぜばなるただねばなあの何事もたらぬは人のおなさのなりけり。私にも両親はありません。でも岡本君と手を携えて元気に出発いたします。怠けません。何事も反省します。自己修養君、器には従いながら岩金も、通すは水の力なりけり。私が2度目の出発です。強く正しく頑張ります。自己修養君、大空にそびえて見える高根にも、登れば登る道はありけり。